距離表とは、鉄道や道路等の起点からの距離を表した標識の一つ。キロメートル単位で表しているものが多いことから、日本では、キロポストと呼ばれることも多い。東京駅一番線の例、キロポスト日本の鉄道の距離表には、示す距離によって、交互、お都合、平合の三種がある。詳しくは、鉄道標識距離表を参照されたい。起点には、日本では、 零キロポストと呼ばれる距離表が置かれる。零キロポストは他の距離表とは異なり、異性を凝らしたものが多い。中でも東京駅に置かれるものは除名である。ただし、零キロポストイコール正式な起点とは限らないこともある。例えば、中央本線の起点駅は国鉄民営化以降は神田駅となっている。また、東武伊勢崎線は、 開業時の起点である北千住駅に0キロポストがある。さらに、伊東線の起点駅は、熱海駅だが、0キロポストは、隣のくるみ屋駅にある、などといった例がある。また、駅、ホームの移転により0キロポストが存在しなくなる、ケースもあり、予算線、高徳線の起点である、高松駅などが挙げられる。また、歴史的な経緯により同一路線内で数字が、連続しないことや、 数字がマイナスになっていることもある。日本の高速道路の距離表都道府県道に設置されている距離表の例インドネシア共和国バリ州、バング軍の距離表。DPS47 は、州と、電波サールまで4 7トルを、BGL6 は、右にバンリまで6トルを、PNL14 は、左にプヌロカンまで1 4トルを表す。日本では、 道路の距離表は高速道路、一般国道その他の主要な道路に設置され、路肩や中央分離帯などに設けられる。通常は、その道路の起点からの距離値を表し、事故の場所や渋滞の長さを示すためにも用いられる。一般に 1km ごとに立ち、km 数を表示する。道路によっては 100m 距離表も設けられるが、全く設置されていない道路も多く、 設置の形態は様々である。その形状も三角柱形、砲弾型、プレート型など様々なものがあり、特に一般国道の起点、終点の距離表の中にはモニュメントを兼ねたものもある。日本の高速道路に設置される。距離表は支柱状の横長の板で、緑地に白の文字でキロメートル数が書かれる。多くはほぼ路線設計上の位置である。 中央分離帯に目立つ形で設置される。また100メートル距離表も設置され、白地に緑色の文字で137.6のようなスタイルで距離値が表示され、中央分離帯ではなく路側脇に小さく設置される。一般国道など一般道に設置される、距離表は特に形に決まりはないが、起点の地名とキロメートル数が書かれるものが多い。かつては、 黄色の柱の側面に黒い文字で距離の数字を書いたものであった。現在は地形や気候に合わせて色々な形状や大きさのものがある。右上の写真は以前の黄色い柱に起点からの距離を記した一般的な距離表である。現在でも数多くの場所で見られ最も普及している距離表と言える。起点は市役所や町村役場前が起点となることが多く、 役所が町外れにある場合などは、繁華街や駅前など、代表的地点が基準となる。また、バイパスの開通などで、距離が変更になった後も、距離表を直さずそのままとする例もある。特に旧道では、国道時代の距離表が残存していることもある。一般の歩行者用のものとしては、大阪国道事務所が、御堂筋に設置したものなどがある。鉄道の例、キロポストと同様に、 かつては各市町村の道路起点に道路原標が設置されていた。現在の道路法では道路原標の設置義務はないが道路管理者が独自に設置した衣装を凝らした道路原標が各地にある。ちなみに都道の道路原標は青色の三角中継。東京都中央区の日本橋の橋上には全国の国道の距離表の起点として 日本国道路原表が設置されている。それとは別に、日本橋北詰め交差点は秋の東京市道路原表の下に日本国道路原表のレプリカと各都市への離定表が設置されている。インドネシアでは道路の起点、終点までのキロメートル単位の距離を示す石柱が道路脇に建てられる。また、100メートルごとに1、2などと書かれた小さな柱が建てられる。 玉川川口から 1km を示す距離表を川口または交流点からの距離を表示する標識が一般に左右岸の堤防乗り方に概ね100から 500m ごとに設置されており河川及び河川敷の管理に利用されている例えば橋など河川敷に設けられる構造物の位置を表す際にこの距離表を基準にして位置が示される ここで17.8キロプラス20メートルと表記する場合、川口より17.8キロの距離表より20メートル上流であることを示し、つまり川口より17キロメートルと820メートルの地点であるとわかる。材質等に特段の規定はないが、錆びることなく、劣化に比較的強い石柱がよく使われる傾向がある。また、近頃は河川敷が 近隣住民の憩いの場として利用されていることへの配慮からか大きな単位の距離表は目立つように設置される例も見られる。距離表設置とは後に実施される縦弾測量、横断測量等のために河川の川新線、流新線ともいい回収済みの河川では左岸右岸の堤防の乗り方間の中央を連ねた線である。に対して直角方向の両岸に ほぼ等間隔に距離表を設置する作業を言い、距離表は次の要領で設置する。一距離表は、河川の河口または、右側の合流点をと川新線に対して、直角方向に200メートル間隔で設置する。なお、距離表の間隔は、川新線に対して、直角方向とするため、右岸と左岸では、距離間隔が異なる。二距離表は、 両岸の距離評価の見通しが効く必要があるため、ひさげ棒乗り方または乗り面等に設置する。三距離表の設置は、あらかじめ地形図上で位置を選定し、その位置をデジタイザーなどで読み取り、その座標値に基づいて、金棒の3級基準点等から放射法などにより設置する。距離表は、将来起こりうるかはどこの変動状態の調査等の基準となるので、 変動を受けない場所を選び設置している。例外もあり、北関東自動車道は紫地に白文字。ありがとうございます。